岩崎春一8月3日体は日本の工学者。専門は電気工学磁気記録。記録密度を飛躍的に上げる手法として垂直磁気記録方式を提唱した。東北大学名誉教授。東北工業大学名誉理事長。元電子情報通信学会副会長。文化勲章受賞者。1977年頃に 磁気記録の記録密度を飛躍的に上げる手法として垂直磁気記録方式を提唱した。同方式は基礎研究は進められたもののいくつかの困難があり物性的にそれに適した磁気テープなどは割と早くに実現したが広く市販される商品となったものは工事機リスク等といった別方式との併用を除けば 主力機器では東芝による2005年のハードディスク商品化が初であった。受賞や肩書きとしては前述のほか、IEE からのいくつかの賞と、中国の蘭州大学から名誉教授称号などがある。指導学生に中村義久、田中洋一郎など。2013年11月3日、文化勲章新受式後に、静岡県理事長、本女優。 高市の国文学館館長、中西進初夏高木正確、俳優、高倉健と、皇居宮殿到底で、記念撮影、垂直磁気記,記録方式を採用した磁気ディスク装置の世界初の商品化について、東芝。 h t t p w w w t o s h i b a c o j p a b o u t p r e s s 2 0 0 4 2 p u r p j 1 4 0 1 h t m 2 0 2 0年8月18日閲覧 chm2016p2 田中洋一郎次世代垂直の完璧なコンセプト水平が限界を迎える30年前の先見性 産学間連携ジャーナル、国立研究開発法人科学技術振興機構、2010年4月。https コロンスラッシュスラッシュ sangakukan.jst.go.jp スラッシュジャーナルスラッシュジャーナルコンテンツ、2010-04アーティクルズ、1004年2月2日、1004年2月2日、アーティクル、html 2020年8月17日閲覧、歴代副会長一覧電子情報通信学会。ありがとうございます。